ファイ弾劾王弾劾王剣山うわこれだけでももう十分だなっていうぐらい,いやめちゃくちゃかっこいいですサイキックザーンこの剣で一刀両断違うんだよ母ちゃん完璧にシンクロしましたね <laughs> シンクロ母ちゃんですいいですねやっぱ2 8ンチなんでだいぶでかいです オタオタの秘密基地クロスファイト弾劾王動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するのはこれだキングアーツ変形合体ロボ、ハジャ体制弾崖王だ <laughs> あ全国のガンゲアロー集結せよというわけで早速行きましょうハジャ体制弾外王といえば、えー、ご存知のない方のために説明すると、まあ、80年代のロボ美少女アニメですね。OVA 作品になります。これはやっぱり今でも語り継がれていて、かっこいいところとかね、面白い要素がたくさんあります。俺たちの永遠の兄貴、水木一郎さんと、アニソン界のレジェンド、堀江光子さんによるオープニングとか。 中名先生による宇宙刑事 BGM と言ったらいいかな、うん。そういったところがかっこいいし、まあ劇中に登場する、そこの断崖王。これがね、素晴らしいです。最近で、巷でね、えー、話題の勇気爆発、バーン・ブレイ・バーンの監督、大張正美さんも、まあ若き頃、クリエイターとしてね、参加しているという、まあ伝説の断崖王ですね。それの、えー、合金アクションフィギュアとなります。大きさが28センチで、一応変形合体します。 4機のダンメカニックになるんだけど、この変形合体が、いわゆる組み替え合体ってやつで、パーツがたくさん余るんだよね。で、この合体パターンが、日本のメーカーのグッドスマイルカンパニーのメカスマ、モデロイドの断崖王にかなり告知しています。自分はこのアレンジに対してあまり肯定的ではないものの、まあ改めてこの大きさだったりとか、合金が使用されたアクションフィギュアというところで、まあそれはそれでまた見どころもあったりします。 まあそういったところでね、まあみんなで見ていけたらいいなと思います。単純に楽しくね、えー、見ていきましょう。あっけろ。あっけろ。じゃん。中はブリスターですね。二段方式になっています。まず一段目が本体ですね。大部分が本体になっていて、ハンドパーツや、えー、剣など、えー、一部バックパックなんかがあって、で、二段目がほぼ変形型で使用、組み換え変形で使用するパーツとなっています。そして説明書。 中国語、英語、そして日本語で書いてあります。そう、これ日本国内での発売はないです。僕は海外の輸入サイトでね、自分で購入しました。こんな感じで、あの、バラバラになっているのがね、わかるかと思います。最初段階用で入ってて、まあ、変形合体のやり方が書いてあるんだけど、ほぼ組み替えです。もう説明書を見なくても、ぶっちゃけモデロイド組んだことある人だったら、あ、はい、はい、はい,はいで、でもうわかるような感じですね。この強制合体。 2期のね、合体もあります。といった感じかな。さあ、というわけで、まずはせっかくなのでね、4期のダンメカニックから、じっくり見ていこうじゃーん大小、4機のメカが並んでいます。これが段外用に合体するダンメカニック。いいね、やっぱり単純に大きくて、えー、ほぼ全塗装なんだよね。なので、質感がとても良くて、こう、眺めてるだけでも、うっとりしますね。順番に見ていきましょう宮ありすキ シャープなフォルムをちゃんと再現しています。使用されているホワイトもとても綺麗な色です。コックピットの部分はクリアブルーになっていて質感がいいですね。中はシルバーで塗装されています。後ろ側。このガンメタの塗装もとても綺麗ですね。後ろ。メタリックレッドなんかも使用されています。この乗り込むミア・アリス。そうだね、キャラクターを一言でわかりやすく言えれば、まあ、主人公のもうザ・王道な美少女キャラですね。 超能力。まあ、みんな4人とも超能力を持ってるんだけど、まあ、ミア・アリスは特にその超能力が高いキャラクターですね。合体の掛け声のクロスファイトはこのミア・アリスによるものですね。まあ、劇中の主人公です。ちょっと比較しつつやっていこうか。母ちゃんします。これがモデロイドのやつになります。大きさが全然違います。さあ次、ロールクランキー。 少し大きいですね。大ぶりなサイズになっています。メタリックレッドが綺麗で、ところどころクリアパーツが採用されています。これも中がシルバーで塗装されていて、質感いいですね。部分的に墨入れなんかも施されているんだけど、こういったところも綺麗です。機種の部分。この長いところもね、ちゃんと再現されています。光沢感があって、パッと見は合金が使用されているように見えるんだけど、ここまでの2機、どれも合金が使用されてないですね。 乗り込むロールクランは、まあ、わかりやすく言うと、表変キャラですね。段外用のメインパイロットとなります。 このメカニックに乗り込む時とか、普段は気弱なんだけど、まあ断崖王になって、操縦するときはね、強気な性格に変わるっていうのが特徴かな。声は神谷明さんですね。そう。まあロボアニメで言うと、ゲッターロボの寮に代表されるような。劇中でも断崖王で技を、技名を叫んだりとか、そういう時ね、本当になんかたまんないなーっていう感じですね。これも母ちゃんにしましょう。これがモデロイド。 これまた合体ギミックとかはほぼ同じです。さあ次はランバノムキーですね。これも小ぶりなサイズになっています。これは腕に合体するんだけども、合体のバンクでこう真っ二つにシャコーンってこうスライドしながら分かれていくところとかがかっこいいですね。これはコックピットの部分はメタリック、レッドになっています。これもシャープなフォルムになってますね。後で紹介するんだけど、ウィングが稼働します。 ここは今回の商品のオリジナルアレンジですね。こういうところはいいなと思います。そうだね、えー、ランバノムは一言で言うと、まあ、可愛い,いキャラですね。可愛い,いという感じです。ショートカットの女の子ですね。で、これまた4人それぞれに過去があるんだけども、 もうま彼女は元王女様だったっていうことが後でわかると。で、その時に、お月の人がまあ敵になってて、まあ一緒に戦わなきゃいけないっていうことで、その涙のスパイラルナックルっていうね、エピソードがあるんだけど、まあそれはあまりにも有名ですね。あとは弾劾王ってスパロボにも登場したりとかしてるんで、あの、あの劇中でもね、こら勝手に飛ばすなっていうね、まあ、いわゆるロケットパンチ技の時に言うんだけど、まあそれも結構有名かなと思います。まあかわいい。 キャラクターで、すねでこれはモデロイド。もうこれも母ちゃんですね。さあ、そして最後はパイサンダー機4キロの中で一番でかいですね。足を構成します。で、ダイキャストが使用されてますね。ここ。こう、冷たくて重たくて。まあ、全体的に大きくて重いという感じですね。この機種の部分は特徴的です。マリオ丸みを帯びたフォルムになっていて。まあ、シャープなところはシャープに作られています。これめっちゃワクワクするよね。 えー、パイサンダーは性格は、まあ、男まさりな姉御肌といった感じでしょうかね。あとはコスチュームの、まあ、露出が一番高いんだけど、劇中で、あの、趣味なのさって言ってましたね。ま、ほんに分かりやすい姉御肌タイプという感じかな。そして、モデロイド。うん。どれも、そうだね、ちょっと小さくなった、アレンジ母ちゃんといった感じです。さあ、お待たせ、合体させましょう。心を一つに、クロスファイト 弾崖用今回の弾崖用、オタファテクニカルレベルズバリ 3! 全然難しくないです。改めて事前にそれぞれの差し替えで使用するパーツを手前に用意しました。ここからさらに断メカニックの方でも外れるパーツがあるというわけです。まあなので劇中のようにね、あのシーケンスパターンでやっていくっていうのは全然できないんで、まあだからどんどん組み替え変形させていきましょう。機種を外し、あ、まずはね、宮城から。 こここにこの差し替えパーツを取り付けていくとで最後に頭部宮城はこれで合体準備完了次はロールクランキーキッシュこれを外して腕のパーツを180度回転しこのパーツが取れます これ、外してで、これパイサンダーの機体に合体するパーツになります。下半身パーツですね。これも余ります。そしたら、これを外して、ここも回転。反対側も同様。こうですね。さあそしたら、ここにさっきの追加パーツ。 お腹。あとは肩に空いた隙間。これでロール機の合体準備完了。次はパイサンダー機。機種がこのように外れます。これワンパーツです。それから後ろのブースター。ここはモデロイドとアレンジが変わってて、あ、いいなと思ったんだけど、ちょっとクリアランスを確保し、 このパーツがね、取れます。で、えー、ここがね変形しますこれいいねモデロイドは別パーツになっていましたここもそうですねそしたら反対側も変形させますこれ取ってこれ取ってこうですねこういう変形があります、まあ、変形と言っていいんだろうかって感じなんだけど <laughs> そしたら前に向けて スネアーマーこれを貼り出したやつに交換ちょっとね大きさが変わりますそしたら足首そしたらさっきのロール機についていたパーツを取り付ける股間腰アーマーですね パイサンダーキはこれで合体準備完了。最後はランバーの向き。ウィングを中に入れる。ここの変形気持ちいいです。しっかり隠れます。さあそしたら、機種を取り外すと。もうこっからはモデロイドです <laughs>。え、拳を取り付け、ここですね。このパーツを差し込むと。反対も同様の工程で合体準備完了。 ラストスパートですね。パイサンダーとロールクランを合体。そしたら背面。ミアーリスキ。これがジョイントになっています。この四角いブロックですね。これをここにセットし、最後に腕となったの向きを取り付ければ、これで完成合体完了断崖を 健山、<laughs> おー、見事に合体しました。まあ、見事。うん。どうだろうあのね、プロポーションね、なかなか良くて、あとね、モデロイドとも比較するんだけど、こっちの方が、まあ、大きいから、そう見えてるだけかもしれないんだけど、より肉付きが良い、よりスーパーロボットフォルムになってるなという感じです。マッシブで、やっぱかっこいいですね。ちょっと手で持ってみよう。部分的にダイキャストが使用されてて、そこまで重くはない。 重くはないけど、やっぱこの大きさと、ところどころひんやりするところも相まって、いや、いいね。単純にいいです。この大きさのガイオは正直憧れだったな今まで自分が知る中でここまで大きいガイオの立体物はなかったんじゃないかなプロポーションいいですね。横。 なんだろう組み替え変形合体だけあって、ダンメカニックのモチーフほとんど消えるね。あの変形合体ロボによるアレンジってあるよね。あれがほとんどない感じだね。もう劇中から飛び出してきたかなような感じで。も、ま、う、あ、割とスリムですね。後ろ姿もかっこいい。ちょっと近くで見ていこう。頭部のアップ。このダンガ画用のかっこいい頭部の造形にちゃんとなっているかなと思いますね。塗り分けも細かいです。 ちなみにこの断崖王の顔のモチーフとなっているのはエンマ大王だそうですね。あ言われてみれば確かにという感じです。これはね、あのソースはオーバリー監督ですね。あの僕の横で言ってたんで間違いないと思います。本体の大きさも相まって造形がかなり細かいですね。立体感があります。シャープなところはシャープにという感じかな。上半身。 の前にちょっと思いっきり煽りで見ようよ。そう、断崖王はあの初合体の時にあのビルの前でさ、ドーンってこう立ってるのが超かっこいいんだよね。う、動かないみたいな。<laughs> その後ね、断崖王剣山っていうところが超多い,いんだよね。あ、やっぱ煽りで見るといいなこの迫力はやっぱりこの大きさならではだなと、改めて思います。いいですね。立体映えします。アクセントに使用されているクリアパーツも非常に効果的。腰回り。 キュッとね、絞られてて、で、足回りですね。アクセントからのレッドはメタリックになってるので、ここもやっぱ質感がすごくいいかな。上から下まで、うんボリューミーで、うん、いいですね。後ろの近くから見るとこんな感じ。ネジ穴の露出がほとんどないですね。で、まあ、そのさっきも言った通り、変形がほぼ組み替えなんで、なんかその名残みたいなのはほとんどないですね。いい造形です。 可動はいわゆるアクションフィギュアタイプなんでまあよく動きますね頭部あのかなりゆるいですね首の付け根と頭部で動いています襟元があるロボットなんだけどよく動くそれから腕周りここモデロイドと構造同じなんだけどここが別パーツになってるからこうやって腕を上げることができるわけですねで肘ちょっと緩いんだよねここもねちょっとすっぽ抜けるけどこのようにロールするし手首の付け根はボールになってます 劇中のあの迫力のあるうねるような感じうねりがね、えー、結構効くんだよねアクションフィギュアタイプなんでこれはあのいわゆるギミックパンパンの変形合体モデルではできないようなこういう自然な構え方ですねこういうのができるところはやっぱいいかなそれから腰回りここは中に軸とボールジョイントが入っててかなり細かくぐりぐり動きますねこの接続部分にも軸があるので可動しますそれから腰回り サイドスカートはこのように横に開きます。それから、えー、見えるでしょうかあ、聞こえるでしょうかクリックが入ってますね。しっかりと保持しています。ダイキャストが使用されてるんだけど安定感ありますね。それから、膝。あ、膝もクリックが入ってるかな二重関節で。よく動きます。あとは、開脚か。開脚も全く問題なく動きます。 ここまでといったところかな。あとは付け根にロールがあったりとか。まあ足回りの可動も広いですね。ボールジョイント。あとはつま先でこのように可動します。ダイキャストが使用されているところを触っていきます。足首ですね。ここの赤いところ。それから太ももの部分ですね。ここ一体がダイキャスト。あとはお腹の部分。ここがダイキャストになっていますね。パッと触った時にヒヤッと。 して。あの、触り心地がいいです。そうだね。全体的によく動きます。よく動くんだけど、やっぱりこのプロポーションもいいし、ちょっと表情をつけて、こう、煽りで見るだけでもね、ほんとたまんないです。あの、オープニング眺め歌いながらね、これ眺めると最高です。各部を動かして、アクション弾崖を剣算合体直後の決めポーズ。問題なく再現できます。かっこいいね、やっぱ。パンチ 足を思いっきり開いてみました。開脚結構取れるんだよね。で、設置性も全く問題なしですね。ちゃんと自立しています。暗えブーストナックルいわゆるロケットパンチ技ですね。勝手に飛ばすな構造上簡単に付け外しができます。断崖ビームあの、額からね、ビームが出ます。まあ、ちょっとエフェクトとか、そういうのも何にもないし。 イメージだけなんだけど。まあ、この神谷さんのボイスで、何々ビームって言ったら、やっぱりあのゲッターの、ゲッタービームみたいな感じで言うんだけど、もうそれがやっぱ最高にかっこいいですね。と、ここで一回付属品見ていきましょう。ハジャの剣、断崖ソード。これ、造形がとてもいいですね。うん、ちゃんと塗装されています。で、これを持たせる。ハンドパーツ、涙のスパイラルナックル手首。 スパイラルなででああとは表情のある開き手ですね個人的にちょっと残念なのがあの劇中でもねすごく印象的なサイキックウェーブあの超能力がねこう増幅するやつなんだけどこれがねもう,もう一声なんか <laughs> もうちょっと丁寧な書き込みというのかなあれが欲しかったかなという感じですねまあでもあのプリントなのかなこれプリント自体はあの雑な感じではないので。 まあまあまあ、いいとしましょう。パッと見の見栄えはいいかな。というわけで、涙のスパイラルナックル。余裕でね、これも、両腕を前に出して、このように再現できます。このエピソードは、ランバノムの,の悲しみの絶叫がすごく印象的です。さあ、そしてこれ、サイキックウェーブ。これが劇中ですごくかっこいいよね。あの、中名先生の、あの、レーザーブレード BGM がかかって、この超能力の力で。 敵を上に持ち上げて、まあ劇、エピソードによってはね、爆砕したりとか、敵の動きを封じるわけですね。サイキック、残デいく。というわけでね、剣を持たせました。うわこれだけでももう十分だなっていうぐらい、いや、めちゃくちゃかっこいいです。ちなみに、弾崖王ってスパロボにも登場していて、僕はスパロボで初めて知ったんだよね。スパロボインパクトをやった時に衝撃で、で、その後 OVA を見たんだけど、この剣が、 ま、必殺技みたいな感じで描かれてたけど、まあ、意外と露出少ないんだなと思いましたね、この剣。サイキックザーンこの剣で一刀両断。そうだね、ここまでを触って感じたのは、やっぱり変形合体トいって考えると、うーんってちょっとハテナなんだけど、良質なアクションフィギュアって考えれば、合金のが使われた28センチの、まあ、巨大な弾画用のフィギュアって考えたら、めちゃくちゃいいかなぁ。 まあ人それぞれでどこに優先順位を置いてるかでまあ、違うと思うけどまあそうだねまあさっき言った通り僕アクションフィギュアって考えたらめっちゃいいかなと思いましたね各部の稼働、武装、アクションはこんな感じあとはそうだね弾外王の時の余ったパーツはこのようになります差し替えパーツが結構出てきますあとはロール機とパイサンダー機の強制合体なんだけどもちょっとやり方を説明します、まあ、ここまではね さっきご覧いただいた通りなんだけどこのサイドスカートをここに取り付けてこういうパーツがついてきますこれをここに取り付けてフロントアーマーを取り付けるとでこれをロール機と接続しますこれで完成ですねでかいさあそしたら最後は比較いいですねやっぱ 28cm なんでだいぶでかいです 僕の個人的な考えとしては、立体物においては、スーパーロボットは大きくてなんぼだっていうところがあるんで、この大きさは本当に所有欲を満たしてくれます。さあ、そして、モデロイドの断崖用です。<laughs> 違うんだよ、母ちゃん。完璧にシンクロしましたね。<laughs> シンクロ母ちゃんです。うーん、そうだね。まあ、全く同じじゃないかなと思いますね。プロポーション。 やっぱこっちの方が少しマッシブに作られているかなとは思いますが、やっぱりお見せした通り変形合体ギミックはほぼこのモデロイドですね。これがあったからこれが出せたみたいな。もうそれぐらいこれが今回の、ああじゃなくてモデロイドがお手本になっているっていうのは、まあよくわかりますね。まあただし膝アーマーの折りたたみ、あとは腕のこの小さい小羽を収納するとか、まあ、なるべく変形させようとする努力は見えるかな。 じゃん続々登場スーパーロボットシリーズというわけで、まあ、自分が持っているもので、今、あの、外に出てたやつで、ね、すぐ並べられるやつでちょっと並べてみました。どうでしょう超合金魂、マジンガー Z、革新ですね、これはね。で、初期のゲッターロボ。で、スーパーロボット超合金のアルトアイゼンに、コンバートラー V です。これ GX3。最初の方のやつです。ちょうどね、スパロボインパクトに登場したんで、まあ、これがオリジナルの機体だったんで、こう一緒に並べてもいいかなと。 あで、あの、後ろ側が、えー、ポーズプラスメタルシリーズのバルディオスに、あとは、超合金魂だとね、大王者が同じぐらいなんだよね。どうでしょうこんな感じで並べるといいなと思います。さっき僕は人それぞれといろいろな、まあ、価値観があると言ったんだけど、まあ、段王がこの大きさで満たせるか、まあ、こっちの方がいいのか、究極を言うと、まあ、ここが一番大きなポイントなんじゃないかなと思います。 自分はやっぱり、うん、やっぱこっちの方がいいんだよね。並んだ時に弾劾王は、やっぱこのサイズであってほしいなと思うんで、このサイズ感、これを満たしてくれるところは本当に嬉しいですね。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のキングアッツ、ハジャー体制断崖のレビュー、いかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。まあ、レビュー中、もう何度か言ったように、まあ、総合的に結局これ何かっていうと、 まあ、合金版モデロイドですね。これはね。一応、公式のライセンスアイテムではあるものの、うん、だから、せっかくこう、モデロイドをね、こう、頑張って作り出したいや人たちになんかちょっと心苦しい気持ちはあるよね。万人にはおすすめできないけど、うん、まあ、僕は家庭良かったですね、まあ。大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったという方、俺もダンガ画用が好きだという方、チャンネル登録と、ツイッ評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。 あとはね、どんなことでも結構です。おお、オタたまいや、俺はそこまで変形合体を重要視してないから、ああ、これで十分だよとかね。いや、自分は別にこういう商品あってもありだなとかね。弾外用のオープニングとか、BGM とかあ、劇中のこんなところが好きとかね。などなど。あ、スパロボでこれよく使ったとかね。どんなことでも結構です。あなたからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでしたまたねー ガンの収穫者よミッションを繰り出せよ変形が与え憧れてた夢のトランスフォーマンの君つ基地